まびこ町のちょっとした名物だけのことはありますね。ふぅ。お兄ちゃん、川にホタルがいるんだって。一緒に見に行こうよ。ああ、わかった。うい、行こうぜ。私はいい、もう少しここで涼んでるから。え、でも。お兄ちゃん、早く早く。ああ、すぐ行く。ホタルか。いやー、初めの婚約者がこんなに美人だったとはな。そんな、美人だなんて。しかし驚いたよ。ほら、うい、いつまでも膨れてないで、ちゃんと栗子さんにご挨拶なさい。どうしたの、早くご挨拶しなさい。うい、待ちなさい。お兄ちゃんのバカ、やっぱりここにいたんだ。どうしたの。ういのママ、ういのこと探してたよ。あの時、いぶきちゃん、展望台のとこでずっと一緒にいてくれた。日が暮れるまで私のお話聞いてくれて、それでだんだん私も気持ち落ち着いてきて、結婚するって聞いてお兄ちゃん取られたみたいですごくショックだったけど、でもやっぱりこんなの良くないって思えてきて。もうどこ行ってたのよ、ずいぶん探し。ママ、お兄ちゃんは。え、初めなら栗子さんにホタル見せるってよろずよの前の川に行って。ちょっと、うい。だからごめんなさいって言おうと思って、そしてできたらおめでとうって言おうって。用意できたからみんなを呼んできてちょうだい。はい。姉さんおかわり。歩夢くん、前よりよく食べるようになったわね。最近ご飯が美味しくて。健康になってきた証拠よ。おかわりたくさんあるからいっぱい食べてね。ごちそうさま。あら、もういいの？今日はちょっと食欲なくて。あら、そう。そろそろ限界みたいね。今日はここまでにしましょう。みんな、今夜は早く寝るのよ。明日は早起きして午前中の涼しいうちにもう一頑張りするから。みんなで一緒に寝るなんて修学旅行みたいでワクワクするな。
勉強終わった途端に生き生きしだすんだからあれ、かさねちゃん着替えるの？はい、浴衣もいいけど、お気に入りのパジャマがあって。ん？これじゃないとなんか落ち着かないです。なあ兄弟、なんだ、一つ屋根の下に他に女の子が7人もいるってのに、なんで俺っちはよりによって野郎の隣で寝てるんだ。知らん、つうか当たり前だろ。ありえねえだろ、この状況でこのまま寝ちまうなんて。こっからちょっとしか離れてないとこで7人の女の子たちがおっぱいの感度を比べ合ったり下着の見せびらかしっこをしてるかもしれねえってのによ。いや、ありえねえのはそっちだろ。巨大、俺っちは行くぞ。予売と書いてクエストと読む冒険の旅に。って本気か。あたぼうよ。あ、蜂蜜かけるととっても美味しいんですよ。わあ！カズくん、なんで？なんでって、俺はトイレだけど、そっちこそどうして？私は、その、なんていうか、ちょっと眠れなくて、その、妻に…やっぱりそうか。やっぱりって何？それに何も笑わなくても。お待ちどうさま。これどうしたの？お前が腹減らして夜中に目覚ました時のために、つむぎさんが残ったご飯で作っといてくれたんだ。ういちゃんへ、お腹が空いたらこれを食べてね。さあ、早く食っちまえよ。でないと、ういの腹の虫でみんなが目を覚ましちまうからな。月様綺麗だね。そうだな、けど月が明るすぎてあんま星は見えないな。祭りの夜は星の橋が空にかかるんだろ。え、あ、双子山の言い伝えだね。けどお祭りの夜空に星の橋がかかるのは女神と女神二人の思いが通じた時だけなんだよ。へえ、そうなんだ。見てみたいな。星空へかかる橋。行くもん、盾を待てた。
次回星空へかかる橋第7話ピンクのニャンボボ。お兄ちゃん、ニャンボボって何？さあ、え、カズくん、ニャンボボ知らないの？ニャンボボ知らないなんて勉強不足よ。意外ね、ニャンボボ知らないなんて。ニャンボボ、こっちでは有名なんですよ。ニャンボボ、かわいい。ニャンボボ、ニャンボボ。もしかしてこの予告、ニャンボボって言わせたいだけなんじゃ。走れ走れ乙女乙女号は